っています。ぜひ皆さんも一緒に盛り上がっていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、ムツハです。ムツハ、晴れましたね、だいぶね。はい、気持ちよく晴れたなと思います。またね、やっぱりいつも言ってるんですけど、日差し結構大変なんでね、見ていただいている方々もちょっと気をつけてね、日陰のところに逃げたりとか、なんか水分取ったりとかしていただければいいなと思っていますが、私たちの演舞は動画と写真撮ってくださいね。それお願いしますということで、情熱ソーラーバージョンをね、踊りたいなと思って、あ、違う、吹き裂きよりごめんなさい。嘘、だって書いてんだもん、なんか壮絶ソーランバージョンって。午前あ、午後ソーランバージョン、あ、ごめんなさい、午後ソーランバージョンでしたね。ちさく夜にまずはね、移動したいと思います。びっくりした、俺も。はい、ちさく夜にという曲は、最近ですね、うちムツハで取り組んでいる曲でもあるんですけど、情熱ソーランバージョンでね、結構みんな周知していただくと思うんですけども、この「月咲く夜」には、まあ、情熱ソーランバージョンよりはもっとこう優しく綺麗な曲だったりするんですけども、まあ、代表がね、やっぱこれどうしても踊りたいみたいな思いもあったり、踊ってるメンバーもすごくいい曲だねということで今取り組んでおる曲でございます。これもね、情熱ソーランバージョンみたいに、皆さんにまた知っていただければいいなっていう思いもございますので、どうかね、なんだろうな、優しい気持ちでね、見ていただければいいなと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、それじゃあ挨拶いきましょうね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ムツハ、突き裂く夜に構え。Come on.
パンパン。こちらのお客様のパンパン。はい、こちらのお客様のパンパン。そして皆様に愛を持って。いいですね。楽しんで踊っていただいてありがとうございます。はい、むつはさんでした。続きまして、たまゆらさんです。曲は人よ。宮城県仙台市を拠点に活動している社会人学生混合チームのたまゆらと申します。今年の演舞は